はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、運動とセットでプロテインを取れば効率よく筋肉量をね、向上できるというね、お話なんですけどもね、以前の動画でですね、牛乳やヨーグルトなどのね、乳製品に含まれているホエイプロテインっていうのがあるんですけど、それを摂取することによってですね、高脂肪食による2型糖尿病の発症予防が期待できる、食後の血糖値の上昇を抑えれるというね、2つの研究結果をね、紹介しました。覚えてらっしゃいますでしょうかね。粉末のプロテインとかね、プロテインドリンクとかあるじゃないですか。それをね、用いた研究ではなくて、それらのね、糖尿病への効果を示した研究結果でもないんですけども、糖尿病患者さんにね、そのプロテインの活用はありなのかなとね、問われるとですね、僕的にはね、ちょっとね、ありやと思います。っていう僕はですね、飲んだことないんですけども、というかね、免疫抑制剤を飲んでるからね、プロテインとかね、サプリメントはね、飲むことができないんですよね。その理由としましてはですね、僕のようにね、白血病で抗がん剤をして、骨髄移植をして、で免疫抑制剤を飲んでいるというね、そのようなね、そのキーワードがね、関連している他の患者さんでね、食事ができないほど衰弱してしまったりね、治療の副作用でね、口の粘膜障害がすごくひどく出てしまって、食事をすることができなくなったという患者さんでですね、そのプロテインとかサプリメントっていうのをね、飲んで全身の表面にね、湿疹が出てしまったよというね、もうすごい副作用やね、そのアレルギー反応があった患者さんがいたためにですね、ひょっとしたらね、ヤッスーさんもね、その出るかもしれへんからね、ちょっとやめといてってね、その看護師さんとかね、病院の先生にね、散々言われたんでね、飲んでません。その人っていうのはですね、表面にね、出たからまだ良かったものですね、これがね、体の内側にね、出てしまったらね、命に関わってきます。例えばね、その呼吸器に出たらね、呼吸困難になりますしね、消化器に出たらね、もうひどい嘔吐下痢も考えられますしね、循環器に出たらですね、心筋梗塞とかも怖いでしょっていう風にビビらされたんで、ほんまに飲んでないんですよ。僕もですね、だから免疫抑制剤をね、終了したら、というか、無事にね、コンプリートできたですね、プロテインやサプリメントをね、飲めるようになるんでしょうけども、体的にはね。でもね、怖いからやっぱり飲むつもりはありませんけどもね。でもこのようにですね、病院から止められていない人らにしたらですね、プロテインのね、摂取によってね、単純に筋肉量の増量につながる可能性があるからね、糖尿病の人のね、改善をするためにプロテインもちょっとはね、必要なんで飲んでもいいんちゃうかなと思っております。そしてね、その2型糖尿病ってのがあるんですけどね、その糖尿病の治療のね、3本柱であるね、食事療法、運動療法、薬物療法っていうのがありますけどもね、食事も薬も大事なんですけどもね、運動による筋肉が増えるメリットもね、すごい大きいんですよね。筋肉というのはですね、血中のね、ブドウ糖をね、こう取り込んでね、血糖をコントロールするとともにですね、それらをグリコーゲンとしてね、貯蔵する重要な働きをします。なので運動不足が続いたりとかね、日頃の活動量が低下するとですね、筋肉っていうのはですね、ブドウ糖を取り込む本来の役割を十分に果たせずに、インスリン抵抗性の原因となってしまうんです。だからこそね、運動をして筋肉量が増えればですね、それなりにね、消費エネルギーもね、増加してね、ブドウ糖を取り込むことができてね、インスリン抵抗性を減らせることができます。でその際のね、消費エネルギーの総量っていうのはですね、生命維持に必要な代謝であるね、安静時でもこの消費されているエネルギーであるね、基礎代謝というやつとですね、この運動とかね、日常生活でのね、その動作などのね、身体活動というか、立つ座るとかあるじゃないですか、物を取るとかね、そういう身体活動によるエネルギー代謝、そしてですね、食事をした後にですね、代謝量がね、増大するね、内臓動くじゃないですか。それで代謝量がすごい増えるんですよ。で、それの食事誘発性熱産生っていうのがあるんですよ。で、その総量をね、その基礎代謝、エネルギー代謝、食事誘発性熱産生の3つで、ね、3つがその総量になってきまして、で、それぞれが占める割合っていうのが、60%、30%、10% でございます。基礎代謝というのはですね、加齢とともにね、下がってきますけどもね、筋肉量が増えればね、その分上がってきますのでね、安心してください。もう何歳からでも取り戻すことができます。しかしね、エネルギー
ギー代謝というのはですね、その運動に関わっているんですよ。基礎代謝とエネルギーを足せばね、消費エネルギーのね総量のね 90% を占めます。だからね、要するにですね、消費エネルギーの総量をね上げるにはですね、筋肉を使った運動が不可欠なんです。適度な運動をしながらね、食事でタンパク質やね糖質をね適量とっていればね、筋肉量のね向上がより期待できるんですよ。でその時のねタンパク質の摂取量のね目安はね、すごい最もねシンプルなんですよね。体重 1kg についてね 1g、 体重 50kg の人ならタンパク質をね 50g 取ったらいいんですよ。だから 60kg なら 60g なんです。まあ、僕はね今体重ちょっと太ってるんで 60kg なんですけども、だから 60g 取ればいいところなんです。ほんでね、運動をね定期的に行う人ならですね、まあ、週1回そのなんかスポーツジムに行ってるとかね、まあ週1回ねサッカーやってんねんとかって言ってるじゃないですか。まあそういう人ならですね、この 1.5 倍ですね、自分の体重の 1.5 倍ほどの、プロテインを目安に取るとですね、体の成長がね目に見えて分かるようになります。そしてね、タンパク質の吸収率がね低下しているね高齢者ではですね、体重 1kg についてですね、1g よりもですね、まあ先ほどのその運動している人ほどはね取らんでもいいと思いますけどね、自分の体重の量よりもその、まあ、ちょっと多い量のタンパク質を取った方がいいですね。まあ、高齢者ではですね、その筋肉量の不足とね加齢に伴ってですね、体のね予備能力がね低下してね、その健康障害がすごい起こしやすくなった状態であるフレイルっていうこととかね、まあ、筋肉を表すサルコと喪失を表すペニアっていうのをこう組み合わせた言葉でね、ギリシャ語なんですけど分かったりした言葉でね、その筋肉量がね減少してしまってね、筋力とかねその身体機能が低下している状態っていうのもね、サルコペニアって言うんですけどもね、それらが研究寿命をね短くする恐れがありますのでね、意識してタンパク質を摂取しなければなりません。ところがね、その食事でね十分なタンパク質を取ろうとするとですね、結構大変ですよね。まあ、簡単にイメージしていただければいいんですけどもね、大体この手のひらでね、その片手のひら分だけでですね、肉類でね、これぐらいの大きさでね、タンパク質が16から 20g、魚介類で16から 20g で、豆腐3分の1腸で、6g から 7g か。で、卵1個で約 7g で、なんと1パックで約 8g のタンパク質の量があるんですよ。といった感じでね、ざっくりとですけどもね、摂取することができます。まあ、これらをね、計算してタンパク質をね、体に入れればいいんやとね、思ってもですね、タンパク質というのはね、一度にたくさん取ってもね、体の中にね、吸収できませんのでね、こまめに取らなくてはいけません。なので、こまめにタンパク質を取る方法としてですね、1日に3食、毎回タンパク質のおかずを揃えておけば簡単に摂ることができます。しかしですね、毎回タンパク質の量をね、毎回分だけ揃えられへんわ、というね、やっぱそういうのが難しい人もね、いてると思うんですよ。で、高齢者ではですね、食事量が減ってるのでね、そもそもの必要量をね、取れてない人もいてますしね、逆に、タンパク質の摂取にこう、うわーって一生懸命なりすぎるとですね、脂質もね、たくさん取ってしまうのでね、太るんですよ。なので中身はですね、タンパク質をね、食べてね、脂質を制限して、体作りに専念し始めたのにっていう人がね、ブクブク太ったというね、悲鳴を上げてしまうケースもあります。これね、ちょっとね、タンパク質っていうのはですね、実はね、脂質と密接な関係にありましてね、タンパク質の隣にね、必ずね、脂質が存在しないと、タンパク質ってね、その場にね、とどまることができないんですよ。この世の中に存在する生物というのはですね、細胞が必ずね、存在するんですけどもね。で、その細胞の細胞壁っていうのはですね、脂質で、それを守る細胞膜があるんですけど、その細胞膜がですね、すでにね、脂質がタンパク質をこう挟んでるという状態にあるんですよ。なのでね、タンパク質と脂質っていうのはね、切っても切れないね、まさにね、こう密接してる存在なんです。だからね、タンパク質を取ったとしても、食材そのものに脂質が必ずこう存在しますので、相乗効果でタンパク質も脂質量も増えます。しかしね、その食材のパッケージにですね、脂肪ゼロとね書いてありますけどもね、これは確かね、食品中に含まれているその脂質が 0.5 以下であれば脂肪ゼロとね表示してもねいいという決まりがあるんですよ。なのでね、まあその成分表を見るとですね、脂質が 0.4g と書いています。なのでね、脂肪ゼロと書いてあってもですね、完全に入ってないというわけではありませんのでね、勘違いのないようにお願いします。で、じゃあね、どうすればいいのとねいう時にですね、市販のプロテインを利用されると意図されています。そのプロテインをですね、運動の前後に取ったりですね、間食でね少し取ったりすればですね、まあ、結果的にその1日のね必要量のタンパク質の量をねクリアすることができるかもしれません。まあ、ただしですね、糖尿病や高血圧をはじめですね、その生活習慣病がある人っていうのはですね、担当の先生にねその相談した上でですね、私プロテイン取ってもいけますとねお伺いさせてみてください。そしてね、腎症ね、心臓の病気ね、腎症がある人とかね、尿にタンパクが出てる人など
のね、その腎機能をね示すね EGFR というね数値がね悪い人っていうのはね、タンパク質の摂取量にですね制限があるのでね、必ず先生に相談してください。またね、その先ほどのタンパク質と脂質のお話のようにですね、プロテインさえ飲めばいいというのではなくてですね、必ずそこに運動とねセットでお願いします。プロテインもね、その食材をね物理的に多く摂ることができない場合ではね、大変便利なものなんですけどね、飲みすぎも厳禁です。そんな感じでね、生活習慣の改善の運動のお供に、そしてね糖尿病予防対策としてね、プロテインっていうのをね上手に活用してみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。